では、金子選手、インタビューを始めさせていただきます。まずは試合を終えた感想をお願いいたします。いや、まあ、あのー、ね、しっかり倒したかったんですけど。まあ、ちょっとチャンピオンとしての仕事は、まあ、できていなかったなという感覚です。はい、ランシャンテン選手と拳交えてみて、改めて印象いかがだったでしょうか。まあ、そうですね。あの、気持ちは強い選手だと思ってたんで。しっかりこう。 あの、絶対倒れないなっていう。倒れないなっていう感覚があったんで、あの、もう意識を断ち切らないと。倒れないなっていう感覚があったんで。まあ、そこをやりたかったっ、ね。で、は、す、い、今回の試合のテーマ、カルロスとおっしゃってましたが、そこは。クリアできました、まあ。今回、ちょっと、ノ、ノーカルロスですね。はい。ノーカルロスということで。 ででは、記者の方、ご質問いかか。がでしょうかお疲れ様でしたあの。意識を断ち切らないといけないと思ったってことは、もうボディが手応えはあったけれども、全く向こうが倒れる気配がなかったとか、そういう感じですかまあそうですね。手応えはボディはあったですけど、<laughs> まあやっぱタイミングだったり、明確にやっぱ聞かないと倒れないなというのがありました。はい。あの 意識を断ち切るために上の方のパンチで決めたかったんだけれどもちょっとそこまでは至らなかったという,うですか、ね、上もそうですね芯にはしっかり当たらなかったなっていうじゃあ今後はそういう相手を倒せるだけのフィニッシュブローを身につけないとっていうことになりますかねフィニッシュブローはまあ,あるですけどそれだからいかにいいタイミングで当てるためにっていうはいであの試合前からか語っていた流れについては作ることができましたか 流れは流れのままというよりか、まあ、そのままの流れって感じですねよりこう強い流れにしたかったんですけど、まあ、流れは切れてないんで、はい、流れは切れなかったそしたらめちゃくちゃバーンってはきてないなっていう、はい、じゃあ2024年のテーマはその流れをガーッと強くしていくっていうことになりますかね そうですね、半端ない流れにしないとなっていう、はい、ありがとうございます続いて、ご質問いかがでしょうかよろしくょ今回ノーカルロスだったということは今後あのノーじゃないカルロスのたのを続けていくていか,だから本当にビッグカルロスになるか、まあ、今回は本当ス,モールスモールカルロス、うん、そこの分かれ道。 じゃそれは楽しみにさせていただきます。そこもはい含めてはい。来年に向けて何か目標などあれば教えてください。まあ,あのね、全部がいい試合ではなかったですが、まあ、このね、内容はよ、うん、まあ、その悪かった試合だけどいいところももちろんあるんで、全部を悪いってやっちゃうとそれは良くないことなんで、それもそれで良くないことなんで、まあ、いいところはいいところで。 反省するとか反省すると、まあ、ころで精進していければいいかなとそういうあのコツコツ重ねていっていい年にすればいいかなと思います、来年も。はい、では最後にファンの皆様へメッセージをお願いしますあの今日は、ね、こうちょっと <coughs> 力不足なところもあったかなと思うんですけど、まあ、僕はこうしっかり、ね、あのいいところはいいところで、えー、反省するとか反省するとこ反省して。 まだ進んでいくんであの応援お願いします。期待しておいてください。ありがとうございました。こちらでインタビュー終了とさせていただきます。ありがとうございます。では谷川選手、インタビュー始めさせていただきます。お願いします。まずは試合を終えた感想をお願いいたします。そうですね。まあ最初の2分ぐらいは作戦通りでしっかり動けてたんですけど、も、まあ、本当に毎回いつも同じで、まあ一発のある階級で <laughs> 一発をもらってしまって負けるっていう本当に、 自分の典型的なパターンで負けてしまったので、本当 <laughs>、まあまあ進歩したところは見せられなかったかなと思ってます竜沢選手と拳交えてみて、改めて印象、いかかがだったでしょうかそうですね、まあ、想定していうよりは全然 <laughs>、まあ、一発で負けてるんですけど、まあ、やれたというか、手応えはありましたし、まあ、<laughs> まだまだ自分の弱さだけが。 目立ってしまった感じですねはい。続いてご質問ある方いらっしゃいますでしょうかそれではえ応援してくださったファンの皆様に一言いただいてよろしいでしょうかえー、本当に応援していただいて申し訳ない結果になってしまったんですけどまあ絶対に諦めるつもりはないですしまあ、自分が日本で一番強いと思ってますしまあ、ここからまた這い上がるのでぜひ応援よろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございました Après le combat, quelles impressions avez-vous maintenant sur le combat Déjà, je tiens à remercier le, le K1 pour m'avoir donné cette opportunité de, de briller ce soir. Je suis très heureux d'avoir participé. Et euh, je suis tombé pas sur n'importe qui, sur un très gros client. Euh, Léona, euh, très costaud qui, est, qui, qui, qui a duré les, les, les trois rondes. Et, euh, et non, je suis très content. Je suis très content d'avoir fait une belle guerre. Et, euh, et j'espère à bientôt euh, pour, euh, pour euh, une nouvelle chance de, de monter dans le classement. まずは K-1 の皆様に関係者の皆様にこの輝かしいチャンスをいただけたことに対して本当に感謝いたします、えー、リオネ選手はとてもあのがっちりとしたいい選手だったと思います、えー、その相手と3ラウンドを戦って勝ち得たということは本当にあの嬉しい,い,いことでした本当にいいゲームをさせてもらってあ,のありがとうございましたまた近いうちにこのチャンスから また飛躍、うん、するためにもまた戻っていきたいと思います。ありがとうございました。レオナ選手と実際に拳を交えてみて、改めて印象をお伺いしてもよろしいでしょうか。あれ、また、また、どのようなお話をしてみて、また、e、どのようなおてみて、また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 、ま 本当にあのレオナ選手との戦いというのは大変な試合でした、えー、でも、私にとってもいい経験になりましたしいいあのテストにもなったんじゃないかなと思います本当に今は感謝しかありません。 Alors quelles impressions avez-vous euh, C'était euh, pour, pour le premier match de K1. Quelles impressions avez-vous euh, sur le, le match de K1 C'est très impressionnant. Le K1 est une grosse organisation avec beaucoup de public. Euh, je, je, je suis très content d'avoir participé dans une telle organisation. すご K−1 という組織はものすごく組織だっていて、えー、例えば、えー、広告などもすごくたくさんう使われていて、えー、このような団体のお試合に参加することができたそれは本当にあの嬉しいことでしたまたあこのリングに戻っていきたいいと思います今日の試合をご自身で点数つけるとしたら何点でしょうか。

alors d'après vous, c'était euh, c'était quoi vous pouvez gagner Qu'est-ce qui vous a euh, qu'est-ce qui vous a gagné pour le combat avec Léonard Oui. Euh, je pense que j'ai mis euh, plus de rythme que lui. J'ai été euh, plus, euh, plus 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 décisif euh, tout le long du combat. J'ai fait. Euh, j'ai fait un bon rouleau compresseur, je l'ai marché dessus, je mettais euh, plus de rythme en bas dans les jambes, en haut en middle et aussi en high kick. Euh, alors, je, je pense que j'ai fait un beau combat. <rapide> ですから、足も動いていましたし、よくミドルも。ミドルの攻撃もできたと思います。リズム、リズムも、良かったと思います。ですから、そういった点で、勝てたのではないかと思います。あの前日会見でレオナ選手がかなり、自信を見せていたんですが。そういう態度が、八分材料になったということはありますか。あの、オナフィア、ラコフェホンサウンド、パエッサ、ええ、イエア。 Alors, Léona euh, euh, vous a montré peut-être une sûreté euh, de pouvoir gagner. Est-ce que euh, ça, vous a, ça vous a donné une motivation particulière pour, pour moi, quand je monte sur le ring, euh, le ring, c'est chez moi. Et euh, tout ce qu'il a pu dire euh, sur les réseaux sociaux ou même euh, à la conférence de presse, ça ne m'a pas touché. Au, au contraire, ouais, ça m'a ça mis... Euh, ça m'a mis euh, ça, m'a donné encore plus plus envie de, de lui donner sur le ring. mais euh, Non, moi ça me fait ça me fait rien, ça me fait rien le, le trash talking tout ça. C'est pour moi la boxe, c'est le ring, c'est chez moi. Oui, le ring, c'est chez moi. えー、昨日のような記者会見で、えー、ああいう態度を取られて、えーえー、しまっても私とっては何のお意味もありませんでした、えー。本当にリングというのは私の家なんです。ですから何の影響も受けませんでした。あの今後継続参戦してベルトを狙いたいという継続参戦してベルトを狙いたいという思いはありますか？ごめんなさい。えっと、質問ちょっとわからなかった。<あ>継続参戦して。 Oui, par exemple, est-ce que, est que vous voulez participer encore au match de K1 pour chercher la ceinture ah, Ça serait un honneur pour moi de, de continuer dans le classement. C'est euh, un rêve déjà pour moi d'être ici et de, de participer dans une telle organisation. J'espère monter le classement et un jour peut-être prendre la ceinture. En tout cas, je vais, je vais tout donner pour. Et, euh, et j'attends la prochaine proposition pour. Euh, この、えー、k 1という組織の中で私もこの、えー、競技を続けてずっと続けていって、えー、クラスを上げていってそして最終的にはベルトを狙っていきたいと思います。本当にこの k 1という組織の中で試合をさせていただいたことについてはものすごくいい経験でよかったと思います。 Alors pour le pour le commentaire final, est-ce que vous pouvez dire quelque chose pour les fans de K-1 euh, ben Merci beaucoup d'avoir été là et de m'avoir regardé et soutenu. Euh, C'est il y, y avait énormément de monde dans la salle. 本当にありがとうございましたスタジオにもたくさんの人たちが来てくれて私の試合を観戦してくれたこと本当に感謝の念でいっぱいです本当にありがとうございましたありがとうございましたこちらでインタビューをしろとさせていただきます それでは松倉選手インタビュー始めさせていただきます。まずは新チャンピオンお,おめでとうございます。ありがとうございます。たくさんのおやる者。試合を終えた感想をお願いいたします。あ,あのー、非常に疲れました。はい。もう本当に疲れたのと本当にありがとうございましたっていうまああのチャンピオンになってねみんなありがとうみたいな感じになると思うんですけどまあ本当にいつも通り。 じゃなかったっていうのはあるんですけど、まあ、こう試合前に怪我して。本当にいろんな人に助けてもらって。た立てたこと自体が、実際自分でも結構びっくりなんで、今日試合で。うん、なんか、あの、本当に、ありがたかったっす。あの、すごい、身に染みました、今回。はい。ハッサン選手と拳、交えてみて、改めて、印象をお伺いしてもいいですか。やっぱ、強かったっすよね、すごい、あの。 別てょうも、まあ、勝ちましたけどあの、まあ、全然、まあ、いろんな意見もあると思うし、まあ、ハッサンも納得していないと思うし、まあ、そこは、ね、全然また、まあ、ハッサンが言っていた通りじゃないけど全然あのやるってなったらやるし、うんまあ、ただ、今日は僕の日だったとっいうか、まあ、いろんな、ね、タイミングも重なって僕は勝ち取った勝ちなのでそこはまあ誇,誇るというか。 あのしっかりこれを持って前に進んでいきたいなというふうに思いますね、はい、先ほどちょっと怪我のことを少し触れられてたかと思うんですけど、はい、あのどういったものかというのをの本当にちょうど試合の3週間前にあの左足の小指を骨折して土曜日に骨折して、まあ、そのままこう、まあ、1日待ってでも日曜日で。 これはやばいなと思って日曜日行ける病院行ったら本当にあの結構砕けててでもどうしようみたいな本当に分かんなくなってまあもうすぐ周りに連絡してまあねあのねチーム走るよそのたけるは「マっつん逆にこれは開き直れるチャンスだよ」って来てもう本当に開口一番行こうっていう言ってくれてまあ本当に。 もちろん言葉だけじゃなくていろんな人のサポーターがあって本当に立てたもう俺だから靴も履けてなくて昨日の記者会見の時も、時に初めて靴履いたんですけど痛くて俺これで人蹴れるのかなとかもう本当にずっと考えててもう本当に怖くて僕は強くないし他のその選手みたいにこう。 オラオラしてないとか別に普通なんで、本当に怖いし、無理だと思ってたから。本当に助けられたなっていうふうに。この試合で感じました。本当にありがた、ありがたかったです。はい。ご質問ある方いらっしゃいますか。え、ちょっと試合振り返ってもらいたいんですけども。一、はい、ラウンドは結構ハッサン選手の攻撃が。結構ガンガン来てて。はいはい、結構追い込まれてる印象はあったんですけど、はい、そこからこう。 切り替えられた2ラウンド以降そこはどういった点があったんでしょうか、はい、なんかやっぱこの本当に怪我ですごい多分いろんな考え方とかもすごいいい目で変わってなんか今までだったら多分焦ってあそこでもダメってなってたんですけどもう今日だから僕そのもともと試合するってなった時にまあ足は多分もうそのまあ折れてる状態で試合なんでた多分もう悪くなるみたいな話で試合を出るってなった時にもう。 なんか自分の中でもう足とかも置いていこうみたいな,なんか別にこう、うん、悪い意味じゃなくてもう別にいいやっていうふうに思えたのがあってまあ今日もまた試合中、まあ、もらってたんですけどでもまあ俺は大丈夫っていうのがすごいあって、まあ、インターバル中に武ルとか、まあ、まあ坂和さんとかにも言われたんですけどなんかこう、まあ、日本人は耐えたら勝てるからっていうのを言われて、まあ、それで。 確かになと思って、まあ、そのもらっててもらってるけど我慢して前行くとやっぱ弱っていくのはすごい感じたんで俺の強さはやっぱそこだよなっていうので、まあ、最近ちょっと打たれ弱くなって怖さもあったんですけど、まあ、あのこの前の試合僕はやっぱトーナメントだったから倒れちゃったっていうのが自分の中であったんでやっぱまあ聞きましたけどでもやっぱりこう1試合だったら俺は耐えられるっていうのがあったんでそう,いうそういう感じですかね。 はい、あの勝負の,その分かれ目というかボディーブローかなと思うんですけど手応えとしては今回そ、それもなんですけどこうボディーあんま上手くなかったんですけど後半、できるパンチがボディーしかなかったりしてそれでなんか逆に怪我する前より上手くなっててでなんかまあこれ、いいなと思っていたら本当に試合の時にめちゃくちゃ入ってすげえ効いたので自分でも結構びっくりしたというか。 あんなに聞くもう本当にずっとうって声が聞こえてたんで、それはびっくりしたっすね。はい。最後延長ラウンドになりましたけれども、はい、ここでの勝敗の分かれ目っていうのはどこだったと思いますか。ま僕はだから下がるのをやめようと思ったっすね。やっぱでも正直延長とかなんかこうまあ見栄えっていうか、うん、だしまあもう足とか痛がっているのすごい分かったんで、まあもうとにかく。 ダメージ与えてていいこうっていうっのででも、なんかもうあの、まあ、自分のそういう状態じゃないですけど、まあ、このまま別に一生、試合が続いても俺は倒れないしだから、結果俺は勝つよっていう気持ちが結構あったんですよねもうそれ言われてたんで俺は今日はなんか攻撃もらっても倒れる気がしなくてちょいちょい意識が飛ぶ瞬間あってもなんかこうもう俺は今日倒れないってなってたんでそれが結構良かったかなと思うんですね。はい あの家族そしてあの仲間と会話を交わして、はい、どんなことが印象に残りましたいや本当にあの、まあ、別に格闘技しかやってきてないんで別にいろいろ言えないですけど、まあ、あのもちろん、ね、こう自分が思い描いていたようにはなってないかもしれないけど本当にこの人たちに会えてよかったなっていうのをすごい感じるんでだから格闘技は本当にやっててよかったなっていうのを 別に今日は勝ったから余計思いますけど負けててもなんかこう俺はもう別に帰れるところはあるし別にもう死んでいいやとは思ってないけどまあもう今日はやってこようみたいな感じになれたので本当に格闘技はやっててよかったなというふうに僕はすすすごごい思います、ねはい思ままねありがとうございます続いていかがでしょうか。 最後、リング上にお子さんと奥さんお、はい、られてましたけど、はい、あのご家族に何かメッセージがあればそうですれ、ね、ば本当にあのめちゃくちゃ迷惑かけたっていうかけその,怪我のこともあったんであのすごい全部やってもらってたんで、まあ、本当にあの勝った姿を見せれてよかったなと思うしあの、まあ、周りの人にもそうですけど 約束を守れて本当に良かったなとはい本当に思います。では最後に応援してくださったファンの皆様に一言お願いいたします。はいえー、本当にねたくさんの、えー、本当にありがとうございました。今日はねあのすごい外国人選手が、えー、活躍して、えー、チャンピオンの入れ替わりとかもあったと思うんですけど、まあこっから対あの世界になって。 ね、結構、敬馬になっていくと思うんですけど僕は外国人選手の試合が好きだし、うん、あのいろいろ見せていきたいなと思っているし、えー、全然、ね、いろんな人の声を聞いて、えー、ラストやっていきたいと思うんで、えー、改めて、えー、第2代、えー、K 1ワールドマックスセッミドル級チャンピオンの松倉なんでよろしくお願いします。 ありがとうございました。こちらでインタビューシ終了とさせていただきます。ありがとうございます。ではレオナ選手、インタビュー始めさせていただきます。まずは試合の感想をお願いいたします。えー、はい、えー、チャンピオンになって初めての試合で、えー、情けない試合をしてしまって、えー、K-1 の、うん、名前をちょっと汚してしまって、本当にすいません。で応援してくれたファンの皆さんも、えー、ちょっと裏切ってしまうことになってごめんなさい。はい。 レミーパラ選手とあの実際に拳交えてあの改めて印象をお伺いしてもよろしいでしょうか。そうですね。やまあうん噛み合わない中で僕はやられたなって感じでしたね。はい。えっとちょっと伺っていいですか。あの内田の松井です。あのなんか試合感とかそういったものは影響に影響したんでしょうか。 うーんまあ、自分の中ではあんまり関係ないなと思ってたんですけどやっぱああいうタイプの選手ってなかなかいないくてで向こうは僕の対策をしっかりして、まあ、僕の爪の甘さが出たなって感じですしたね、はい、でも、うん、負けて言うのもあれですけど楽しくなりました強いやつがいっぱいいるなとまだ,まだ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 僕はもっともっと強くなって もっともっと上に行けんなって思ったんで楽ししりまた。はい。あのレオナ選手のその発言が結構いつもあの強いのでそのアンチがまたいろいろ言ってくると思うんですけどそこら辺はもう,どう,ですかうんそうですね。まあそこら辺も覚悟していってたので、まあ、負けたら言われるのも分かってるしまあ別に言ってもらっても全然構わないしまあその分、うん、僕が強くなって。が。えー 上に行こうと思いますはい。全部受け入れて見返すって感じですかそうですねもう負けを受け入れないと上に行けないと思ってるんでまあ、負けた時にブツブツ言ってきたやつの手のひらを返すぐらいまで強くなってやろうと思うのでそうですねもっと強くなりますありがとうございます続いてよろしいでしょうか お疲れ様でしたあのちょっと請求の話かもしれないんですけれどもあの彼があの今度ベルトをかけて挑みたいということを言ってくる可能性もあると思うんですがそれに関してはどう思いますか、ね。やりましょう、僕は2、うん、度同じ相手に負けたくないし、まあ、負けた相手がやりたいっていうんだったらやるべきだと思うし次はこうならないように絶対倒すんで。はい、ありがとうございます。 それでは最後にファンの皆様に一言お願いいたします、えー、応援してくれたファンの皆さん、えー、こんな形になっちゃったんですけど、まあ、僕はもう本当に終わって今すぐなんですけどもう前向いてるんでもっともっと強くなって戻ってくるんで、えー、これからもレオナ・ベザスを応援よろししくお願いしますありがとうございました。こちらでインタビュー終了とさせていただきます I'm uh, very disappointed. I'm very disappointed at uh, the call of the judges because I don't agree with it. I think I got robbed. I think I was the winner of the fight and not Matsukura. I have much respect for him, but it's the call of the judges. And I の率直に判定内容に納得がいっていないので、すごくこの結果にがっかりしています。あの松川選手は別にリスクベークとしていますし、松川選手を否定するわけじゃないんですけども、今回の試合では自分は勝ったと思っていますし、そういう意味ではあの判定の内容に納得がいっていないのが正直な感想です。では質問ある方いらっしゃいますか 松倉選手と戦ってみて、その前回、トーナメントの時と今回、どう違ったのか教えてください。 いや、uh, yeah. That s it. <S それほどまあ大きな違いは感じなかったんですけども、まあ、自分自身は今回彼をまあ KO できると思っていたし、まあ、いくつか KO できそうなチャンスはあったんだけどもただそこで彼を倒しきることはできなかったと思っていますあ,のあと一つだけあのボディーブローが、ね、あの結構感触良かったって松倉選手は話したんですけどご自身ではダメージというのはどうだったでしょう Well, it was just one one body punch. Just one body punch. I hit him on the body like 3 or 4 times. So he got one one body punch, but it was not I didn't go down. So if it was that good, I would go down, right? But I didn't. まあ一回確かにいいのをもらった記憶があります。実はまあ自分は松倉選手にまあ最後発いいボディを入れてたし、まああのその一回も確かにいいパンチではあったんですけども、もし本当に聞いてれば自分はダウンしてたと思うんですが、ダウン実際しなかったので、まあその程度だったと思います。ありがとうございます。続いてよろしいでしょうか。それでは最後に応援してくださったファンの皆様にメッセージをお願いします。 Um, first, I want to say that I really want a rematch against Matsukura. I knocked him down in, uh, in the first fight. I knocked him out in the first fight. Not only down, but also out. Um, this time I was the better fighter. And this time I was also the winner. And I think there should be, they should be looking at, uh, at the points of this fight. And they will see that I was the winner, um, and I should really get a, a a rematch because this is not fair to me. I really love Japan. I really love my Japanese fans. I really like the organization. So this is very disappointing for me that this organization uh, gave such a judgment in this fight. Um, and I hope. Uh, I can get the rematch so I can set this straight and win. And for all the Japanese fans, I really love you. I really like you all. Uh, I had a lot of good messages. You all think I won. I know I won. And you will see me back in Japan definitely. えまず最初に言いたいのがあのー、必ずあのリマッチをしたいというのが今の感想です。えー、ま最初の松川選手の試合では自分はあの k o でま勝っています。で今回は自分はその時のもいいコンディションで来てその結果がこうしてポイントで勝つというふうに思ってたんですけども結果そういう結果にならなかったというのに対してやはり納得できない、まあ、自分の中でもフェアじゃないと思ってますので、まあ、必ずぜひリマッチをさせていただきたいと思います。で自分自身はあのま K1 も日本もそして日本のファンの皆さんもすごく大好きです。で その大好きな K-1 で、まあ、こういうジャッジが出たのはすごく悲しいのでそこら辺はあの。 まあまたたリマッチとととしてて受けてもらえるとありがたいと思い思すそして応援してくださった日本のファンの皆さん試合の後の皆さんから自分が勝ったというようなメッセージをたくさんいただきましたで自分が勝ったというのは自分でも分かってますしそれを実際みんなに見せられなかったのは残念ですけどもまたみんなの前で自分の姿を見せ,て見せたいというふうに思っていますので必ずリマッチを実現させてほしいと思います。 ではありがとうございました。こちらでインタビュー終了とさせていただきます。ありがとうございます。とうでは、おやフェン選手、インタビューを始めさせていただきます。まずは新チャンピオン、おめでとうございます。試合を振り返っての感想をお願いいたします。ああ、うん、ああ。 我觉得他的实力啊，就是我们一碰拳头的时候，我觉得他实力，呃，当之无愧的日本妖星七十公斤级第一人，啊，呃，实力非常强悍，呃，嗯，但是，就算他这么强，他也有他的弱点，当然我也有我的弱点，嗯，我们的团队的竞争，啊，就是各自击打对方的弱点。马、哎 まず1ラウンドを振り返って、えー、初めてあの和島選手と拳を交えてやっぱり実力が非常に強いレベルの高い選手だと思いました、えー、日本最強の選手でと聞いています、えー、ただどんな強い選手も弱点があると思います、えー、自,分はその弱で自分にもその弱点があると思います、えー、今日はその弱点をついて、えー、自分が勝つことができたんだとそういうふうに感じています

やっぱり自分が小さい頃ずっと憧れていたのが K1 のリングなのでその K1 に出れたということが非常に嬉しかったです。続いてご質問いかか。がでしょうかえと試合のことをちょっと振り返ってもらいたいんですけれども輪島選手のインロー、エローキックですね、カフキックとか蹴ってきましたけれどもあの対策というのが今回の結果を招いたと思ってよろしいでしょうか。 啊，uh, 我非常了解他的打法，呃，比如他的后手拳，啊，他的后手直拳，呃，他的低扫腿，啊，他的促踢，啊，他的高扫腿。当然，呃，每个人都有每个人的强项，呃，这次他的强项，我觉得发挥的也非常的到位，嗯。やっぱりあの和島選手のスタイルっていうのはあの中国国内で非常に研究してきたわけなんです。 例えば彼の右のストレート、それからフック、前蹴りも素晴らしいものがありますよね、それから当然、皆さんがご存知のように、奥足のローとか、ローキックが非常に鋭いということで、それは彼の長所でもあるけれども、実を言うと、それが彼の欠点というか、短所になるところもあるので、チーム全体でそこを研究して、崩していこうと思ってました。どのくらいの期間をかけて、輪島選手、研究してきたんでしょうか。 呃，其实我一直在关注他，嗯，他的打法我们一直都很了解。我知道我们之间迟早会有一战，所以说，呃，一直以来我们都在没有比赛的时候，我们就会模拟他是我的对手。当然，呃，真正备赛时间也就接到比赛的开始，呃，四十天左右吧。 あの準備期間というよりもやはり和島選手が強い選手で階級が同じということでずっと注目をしていましたなのであの試合が組まれる以前から和島選手の動画を見ていたのであの試合が決まってなくても彼が自分の対戦相手であるというような意識を持ってずっと動画を見てましたで今回あの試合が決まって特に集中的に彼を研究したのは半月ぐらいだと思います あの和島選手ともう一回戦って今回と同じような結果になると思いますか。了番当然、肯定还是我的胜利。因为他现在如此的自信、如此的强大、依然是被我 KO 了。 ももちろん次回戦ったととしても同じ結果になると思います。今回、私に負けたことで和島選手は少し自信をなくしたんじゃないかと思っていますので2番戦をやったとしても私が勝つ自信はあります。あの和島選手はそのこの階級の世界トップの選手と争えるんじゃないかという評価があるんですけれどもこの試合を勝ったことで世界にどんな影響があると思われますか 对那个世界的格斗界有什么印象？世界的格斗界有什么印象？有什么效果？嗯、有什么效果、嗯？我想这次比赛在格斗界，特别是自由搏击界，嗯，会掀起一波呃热潮，因为这是我们全新的一代的崛起。 やっぱりあの自分が勝利したことで中国国内的には今キックを学んでいる多くの新しい後輩たちニューエイジたちにも希望が持てたんじゃないかと思いますそれから世界的にもあの自分が勝ったということであのこれから世界に打って出て戦う準備ができたんじゃないかとそういうふうに感じています ありがとうございます。それでは最後に応援してくださったファンの皆様にメッセージをお願いいたします。嗯、呃，我来到了日本，我感受到了日本粉丝的热情。呃，我在外出吃饭的时候都有粉丝们找我合影，非常感谢大家的支持，谢谢你们。 K-1、えー、の皆さんずっと私を応援してくれてありがとうございます例えば大阪について食事するときでもあのファンの皆さんから写真を求められたりと、えー、非常に K-1 のファンの皆さん温かいと思いました、えー、本当に私を応援していただいてありがとうございますありがとうございましたこちらでインタビュー終了とさせていただきますではランシャンテン選手インタビューを始めさせていただきますまずは試合を終えて感想をお願いいたします

金子選手と戦ってみて、やはり、あのー、中国国内で動画を見て知っている金子選手でした、えー。要するにパワーがあり、スピードも速い、テクニックのある選手でした。 初めての K1 のリングだったと思うんですけれども、そちらはいかがだったでしょうか。で、这是我第一次参加 K1 比赛，我感觉非常的荣幸，非常的あの最初初めて K1 に出場することができて、とても光栄に思いました。また自分自身もとても嬉しかったですし、楽しかったです。 あの金子選手とあの自分との今回のそのまあ判定の差っていうのはどういったところにあったと思いますか？。在前的话觉得有一些差别，但是打的打的时候我就感觉啊，就上完台后感觉两个人其实也是差不多的。 戦ってみてあの、確かに強かったんですけど、自分はその彼とそれほど差があるとは思っていません、あの同じとは思わないですけども、もとても開,開いた差があるとは思っていません、自分が経験を積んで、また試合をできればと思っています。 それでは最後に応援してくださったファンの皆様にメッセージをお願いいたします。えー、皆さん、えー、今日は私を応援してくれてありがとうございました、えー。自分はランシャンタンという名前です。ぜひ覚えてください。ありがとうございました。 ありがとうございました。こちらでインタビュー終了とさせていただきます。谢谢それでは、リューツァー選手のインタビューを始めさせていただきます。まずは試合を終えた感想をお願いいたします。リ今日の試合私は我入我真剣に行く状態です。今日は、私はシューホンしュータンを行く。 私は今回あの、決してパーフェクトな状態ではなかったんですけれども、あの1ラウンドに、えー、自分の実力とかいろんな技を出す前に、えー、試合が終わってしまって、残念なんですが、あのきちっと谷川選手を倒すことができて、えー、非常に嬉しかったです。

あのー、もちろん、国内で谷川選手のことをしっかり研究していきたいので、えー、昨日の会見でも話した通り、えー、完全な攻略はできたと思っています。ただあの、やはり、えー、実際戦ってみて、スピードが非常に速い選手だと思いました。 ただ、自分もスピードでは負けていないので、えー、身長が自分は高いのでその辺は有利だったと思います。あの試合前にカーフキック以外の技を見せたいとおっしゃっていたと思うんですけどそれが今回のパンチになるんでしょうか。 呃，呃，我击倒他的那一拳，是我平时训练中的一些积累。这就像我赛前说的一样，呃，我有很多的武器，我有膝盖，我有扫踢，我有卡夫，我有重拳，我有移动，所以说，这就是我训练出来的结果，这是我努力的结果。 そうです、ね、あの昨日のプレスリリースでも言ったんですけどもあのカーフキック以外にいろんな技を持ってますでおっしゃる通り今日出した右のストレートもあの自分の武器の1つですそれ以外に例えば膝ですとかあの前回使ったカーフそれからステップワークというのが自分は得意でもっともっとたくさんの引き出しがありますそれはやはり中国国内で過酷なトレーニングを積んできた結果だとそういうふうに感じてます。 あの今回、日本のファンがですね中国のファイターの,この強さに驚いたと思うんですけれどもえ中国国内、まだまだたくさんいると思ってよろしいんでしょうか。あ 我们国内还有很多的厉害的选手，然后他们也很想参加 K ONE 这个舞台，就像我们自己的俱乐部有微微阳、韩天祥、周家强，这都是呃武林风里面的明星选手以及金腰带选手，他们也很想参加 K ONE 的擂台，所以说我们可以经常的交流。 もちろんあの我々以外にも中国にはもっともっとたくさん強い選手がいます。えー、例えば自分のジムではウェイウェイアン、それからハンテンシャン、ジョージアちゃんといった、えー、次世代の強いファイターがいます。 これからも日本のトップアイルの皆さん、ぜひわれわれのブリンクのリングに来て試合をしてください、そしてわれわれも中国に k 1に来てたくさん試合をしたいと思います、中国と日本が格闘技交流をすることでお互いのレベルアップが図れると思いますので、ぜひ皆さん、一緒に日中の格闘技を盛り上げていきましょう。ありがとうございいいまますすそれでは最後に応援ししてくださったたファンの皆様へメッセージをお願いいたします 呃，大家好，我是刘彻。嗯，我上次比完赛的时候我已经说过了，我的比赛频率会很高，然后也会用一个非常精彩，呃，KO 率非常高的赛比赛来感谢大家。我说到了也做到了，然后嗯，我想大家继续支持我，我的名字会像我的师傅魏瑞一样，在你们的心中留下很深的印象，然后。 呃，uh, 我也非常感谢这次我们的经纪人严雄老师。呃，严雄老师是我的一位贵人，他给了我比赛的机会，给了我成名的机会。所以说，感谢严雄老师，感谢玉子小姐，感谢所有帮助我的人。谢谢大家。Hey, さんこんにちは。ああの,あの KO 非常に高 あの言うなれば私は有言実行の選手です自分のチームのウェールさんにもう一度感謝したいと思いますしウェールさんと同じように皆さんの心の中にリュウ・ツァーという名前が染み渡るようなそんなファイターになっていきたいですぜひ私の名前をもう一度覚えてくださいそれから私をいつも試合を支えてくれる岩隈氏それから CFP の皆さん 仲間の皆さんに改めてここで感謝いたしますありがとうございましたありがとうございましたこちらでインタビュー終了とさせていただきますありがとうございます,いますそれでは青島選手インタビュー始めさせていただきますまずは試合を終えての率直な感想をお願いいたしますいやすごい悔しいですねはい、悔しいです まあ大谷選手と実際に拳交えてみてあの改めて印象いかかがだったでしょうかまあ印象は本当に、えー、まあ映像で見た通りだったんですけど、うん、まあちょっと蹴りにくかったなという感じはちょっとしまオしー、はい、大谷選手のですね、えー、蹴りがあんまり届かなかった空振りが目立ったとっいうところはご自身ではどういったところ ところが敗因だったと思います。僕の蹴りが空振りってことですか、うん。まあちょっと警戒してたっていうのはあると思います。はい。ちょっと踏み込めなかった感じですか相手の距離に。そうですね。まあまだ様子見というかまあまあ、はい、っていう感じだったと思います。相手のそのまあプレッシャーだったり圧力だったりとか。 え攻撃というのはどうでしたうん、まあ、攻撃は思ったよりはあったかなと思うんですけどそうっっ、まあ、2ラウンド目ちょっといけるかなと思っちゃって、まあ、行き過ぎた感じですかねタイミングがちょっとあ,あってこうあっちゃったって感じですね。はい、お自身では やっぱりミスがあ今今回の結果に結びついたって感じですか。そうですね、本当1回のミスだったと思うんで、めちゃくちゃ悔しいですし、うーんまたあの組んでもらえたらなと思います。もう1回まあ大谷選手と試合をしたらリベンジできそうですか。絶対リベンジできます。ありがとうございます。 では最後にファンの皆様へ一言いただいてよろしいでしょうか。えー、今日は応援していただいてありがとうございました。えー、まあ絶対、えー、ベルト取り返しますので、えー、まあこれからも和島ひ美を応援していただけたら嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらでインタビュー終了とさせていただきます。